ゲデットは GNOME デスクトップの標準テキストエディタ通常のテキストエディタとしての機能に加え、複数のプログラミング言語に対応したハイライト表示、コードスニッペットの追加といったプログラム開発者向けの機能も有している。キー操作は Windows 系ショートカットキーで Microsoft Windows の操作に慣れたユーザーにも使いやすい。 Windows 0上で動作するゲデットゲデットは GTX o r スベ e 経由のシンタックスハイライティング機能を持っており、これは MIDI ウィッキーを含む複数のプログラミング言語とマークアップ言語に対応している。ゲデットはまた GUI のタブを持っており、複数のファイルを同時に編集することができる。タブは複数のウィンドウ間でユーザーによって任意に移動させることができる。また、 GVFS を使ったリモートファイルの編集、完全なアンドトリル、検索と置換などにも対応している。他のコード指向の機能としては、行番号の表示、ブラケットマッチング、行折り返し、現在の行のハイライト、自動インデント、自動ファイルバックアップなどが含まれる。バレンシアはゲデットのプラグインで、これを用いると、ゲデット大原のための軽量な IDE として用いる。 ことができる。ゲデットは GNOME Core Applications の一部であり、ゲデット3は GTK3.0 と GNOME3.0 のライブラリーを利用している。GNOME への統合としては GNOME ファイルズとの間でのドラッグとドロップの対応が含まれる。2008年12月、ゲデットのバイナリは MacOS と マイクロソフト Windows で利用可能になった。最新の Windows 3 2ビット向けのバイナリは2.301で、これは2014年にリリースされたものである。しかしながら6 4ビット w i n d o w s 向けのリリースは続けられている。ゲデットは GNU General Public License でリリースされている。ありがとうございます。